東北本線、リフ線新幹線総合車両センターの脇を走るリフ行きの列車。リフ線は、東日本旅客鉄道東北本線の支線、宮城県仙台市宮城野区の岩切駅から同県、宮城郡リフ町のリフ駅までの通称である。リフ支線とも言う。1962年よりこう呼ばれている。岩切駅から東北本線の本線と分岐し、 新幹線総合車両センターのある新立府駅を経て、リ府駅に至る単線の路線である。もともとは、岩切駅からリ府駅を経て、市内沼駅に至る本線ルートの一部であったが、塩釜駅経由の新ルートが開通し、後にリ府駅市内沼駅間が廃止され、現在は、東北本線の盲町線として、リ府町と仙台方面を結ぶ、地域輸送が主である。 全員区間が IC 乗車カード、スイカの仙台エリアに含まれている。リフ線は JR 東日本が正式に定めた運転系透明や愛称ではなく、あくまでも俗称である。そのため、岩切リフ間の旅客案内にリフ線が用いられることはなく、当該区間においても正式路線名である東北本線で案内されている。一方、沿線自治体のリフ町では、 岩切リフ館をリフ線と呼ぶ例があり、沿線施設の交通アクセス表記において、リフ線の名称を用いる例が見られる。全域間仙台支社の管轄である。日本鉄道が1890年に岩り駅一ノ関駅間を開業した際、岩り駅から先は、リフを経由して北上するルートが採用された。 しかし、この区間には、最大16.7パーミルの勾配が存在し、長大列車では、補助機関車を連結する必要が生じ、さらには、列車の遅れや運休がしばしば見受けられた。昭和の初めには、塩釜町長を会長とする、岩切松島間鉄道線の変更規制同盟が、東北本線の経路移設を求めて活動し、宮城県出身の衆議院議員、 森谷秀夫がこれを国会に権議していた。またこれとは別に、太平洋戦争が激化すると、貨物輸送を船舶から鉄道へ手にさせる必要が生じた。鉄道の輸送力を増強するために、東海道本線の大垣駅関ヶ原駅間や、函館本線の大沼駅、森駅間など、日本各地で、 勾配緩和のための新線の建設が進み、岩切駅市内沼駅間においても勾配の緩和が計画された。この時、鉄道省は若干の経路変更を含むリフ村内での勾配切り下げを考え、測量を行っていた。一方、衆議院議員から塩釜市長になっていた森屋は、鉄道大臣、八田義明や海軍将校。 星名前四郎と面会し、塩釜経由の東北本線の実現に協力を求めた。最終的には、1943年4月に、塩釜を経由する新線の建設が決まった。1944年11月15日に、陸前三王駅しない沼駅間に新線が開業して、旧来の経路と合わせて二つのルートが並存する形となった。この時、 岩切駅陸前三能駅間は、塩釜線から東北本線に編入された。新線は東北海岸線あるいは海線と呼ばれ、当初は駅もなく貨物列車のみが走行していた。しかしやがて、急行列車が経由するようになった新線が東北本線の主要経路となり、リフ経由の通称山線ルートは普通列車による地域輸送が主体となった。 海線が完全に複線化されると、両ルート並存の意味が薄れて、山線の廃止が濃厚となることから、山線の沿線住人はこれに反発し、存続運動を起こした。この影響で、陸前山王駅から、市内沼駅までの複線化は取り残された。それでも、最終的には、海線の複線化と、山線の廃止が決まったが、 大体交通手段が確保できないという理由で、山線の岩切駅、リ府駅間は残されることになった。また、山線の松島駅については、その近くの新線上に代替駅として、あた駅を国鉄が自費で設置することとされ、あた駅開業までは、松島駅を維持するなどの諸条件も付けられた。一方、塩釜市議会は1947年に、 海線の複線化と駅の設置を議決し、塩釜市がこの件を仙台鉄道局へ陳情した。1956年、海線が東北本線のメインルートとなることになり、この時に海線に塩釜駅が開設された。こうして山線は新線の複線化が完成した1962年4月20日に松島駅しない沼駅間が廃止され、 同年7月1日に、リフ駅松島駅間が廃止された。なお、山線の廃線跡は、その大部分が、宮城県道8号仙台松島線と並走しており、大多数が道路に転用された。リフ移北が廃止された後のリフ駅は、利用客数が落ち込み、再び損壊問題が取り沙汰されたが、リフ村長などが熱心に陳情を行い、 1>, 1日後往復だった列車が7往復に増やされるに至った。四三島と呼ばれる白紙大ヤ改正が行われた1968年に、東北本線、東京青森間の伏線化と電化が完成するが、陸線は単線のままで電化も遅れ、1978年に交流電化された後も多くは、機動車によって運行され、 完全に電車に置き換えられたのは1995年である。1982年の東北新幹線開業に、際し、仙台工場、仙台第一新幹線運転所が、リフ線沿いに設置され、関係者の通勤の便を図るために新リフ駅が新たに設置された。リフ駅しない沼駅間の廃止後、長らく、 仙台市方面と、リフ町を結ぶローカル輸送を主体になっていたが、2002FIFA ワールドカップ開催のため、宮城県総合運動公園が開設されたため、スポーツや、コンサートなどのイベントに合わせて、臨時列車の増発が行われるようになった。ワールドカップ開催の際には、列車の増発に対応すべく、リフ駅のホームが増設されている。日中は、岩切リフ間を、 ワンマン運転の2両編成の列車が1時間に1から2本の頻度で折り返し運行している。日中の上り列車は終点の岩切駅で東北本線、仙石東北ライン緑快速の仙台駅と接続している。日中の下り列車は塩釜方面からの乗り換えを重視しており、岩切駅では東北本線上り列車到着の数分後に、 リフ線下り列車が発車するダイヤとなっている。一方で、仙台方面からの接続はあまり重視されておらず、岩切駅で30分近い待ち時間が発生する、時間帯も見られる。始発から9時台と16時台から終電までの列車は、仙台まで直通する。リフ仙台間の運行がほとんどであるが、一部列車は、さらに、仙台以南の白石、福島方面、 常磐線渡り方面に直通する。運行頻度は1時間に1から3本。列車編成は最大で6両である。常磐線直通列車は言わぬままで東北本線を走行するが、リフ仙台間では常磐線直通行、仙台以南の区間では常磐線を普通行と案内する。仙台グランディ21宮城県スポーツ協会。 2019年7月24日、閲覧、コモンシティリフ新中道積水ハウス。2019年7月24日、閲覧、リフ調子725ページ。塩釜市市日本ペに、639から640ページ。塩釜市市日本ペに、641から642ページ。AB、塩釜市市日本編に、 642から643ページ。AB、理府町市726ページ。塩釜市市日本編に六に643ページ。同時に、塩釜線の塩釜駅は、塩釜港駅へと解消して、旅客扱いを廃止。理府町市728ページ。AB、2 0 0 2区間でもワンマン運転へ。交通新聞、P1、昼を除き。 仙台方面から東支線へ直通する緑快速に接続各駅の乗車人員東日本旅客鉄道2020年12月15日閲覧ありがとうございます